第10試合スーパーファイトアンダー65キロファイトを行います。アホナー173センチ 64.8キログラム、オランダマイクスチーム、マサロングランダー。待ってたこの一戦、こちらも人気急上昇、マサローグランダー21歳。アホナー169センチ 64.2キログラム、 K1 ワールドグランプリアンダー65キロ王者、対ウィラサテックフェアテックスチーム、ゲオウィラサテック、新最強伝説ゲオウィラサテック、31歳です。初代 K1 ワールドグランプリアンダー65キロチャンピオンというよりも、中村さん、もうこの強さ、そして存在感、雰囲気、すべて芸はありますが、そこにマサログランダーどう挑むのかですね。そうですね、まあやっぱり今ね、本当にこの芸王選手、本当にもう隙がないっていうか、本当強い完全無欠の王者だと思うんで、そこをね、このマサログランダーの攻撃力というか、まあ、マサログランダーやっぱちょっと規格外なところもあると思うんですね、他の選手とか今まで戦ってきて芸をやってきた日本人とは、そういった武器をね、こう使えこなしてどう芸を攻略するかだと思います ね、はい、前日計量では 64.2キロ 800グラムアンダーで芸をはクリアしています。対して200グラムアンダー 64.8 キログラムだったのがマサログランダーです。しかし72キロ級の一戦でも勝ってきたというのがグランダー、とにかく今はたくさん試合がしたい、そして K1 で頂点をというところはっきりと口にしています。昨年11月は日本の超新星平本蓮に判定勝利のグランダー、それに対して昨年11月木村フィリップミノルを KO、 王座初防衛に成功しているのがこちらゲオウィラサクレックです。日本トーナメント開催の階級65キロ、真の激戦区、またそれが分かりました今夜。さあ世界の実力はマサロとゲオ、ラウン今第1ラウンドです。右手を前に出して左のハイキック、ミドルハイという軌道でしょうか、パンチで出てくるグランダー、マサロが前進です。いや、マサトさんも楽しみですね。楽しみですね。このゲオがマサログランダーに対してどう戦っていくか、はいはい、おパンチできましたね、左のストレート、平子さん、でもパンチもゲオ強いですからね。そうですよね、そこをかいくぐってこの伸びるパンチ、マサロのパンチがどのように入っていくのかって、これ楽しみなんですけどね、ちょっと面食らうゲオの顔も見てみたいですよね。今日のグランダー早いんじゃないですか、すごくまた一層スピード、はい、とにかくノイリー・マサアキを切り裂いた戦いというのは印象に残るところなんですが、やっぱり体大きいじゃないですか、はい、グランダーが、これだけ前に出られると結構ゲオはプレッシャー感じると思うんですよね。そうですか、これサイズの発表では173センチグランダー、169センチゲオということですけれども、ちょっとこう骨格の違いとかもだいぶ違いますよね、いろいろありますからね。左外から膝届いてくる、これが怖い、そして思い切ったスイングもあります。スウェーバックから右ストレート、マサロです。おマサログランダー、あれなんですね、ちょっと前にムエタイルールなんですけど、センチャイってこうすごい強豪の選手とムエタイルールでやってて、クイズモードやれるまでは結構いい試合してたんですよね、なんでこう対人相手にこう免疫というか、そういうのはもうあると思うんで、多分ゲイは相手にもこう臆せずどんどんパンチでいくと思いますね。またその中村さん発言でも任せましたよね、はい、マサログランダー、そうですね、これを勝ってと、いやなぜタイトルをベルトをかけないんだゲオはと、そんな言葉があります。グランダー右のストレート、これマサトさん距離感というのはどうなんですか、飛び膝、マサログランダー前にどんどん出てゲオにハイキックとか出させるタイミングを与えないんですよね、だからゲオはやりにくいと思いますね。お今そうですか、グランダーがその戦略しっかりと用意してまいりました、練ってまいりました。肩口のあたりへの蹴り、ゲオが前蹴りのように右の蹴りで前に出てきます。そこにロングリーチ、ロングジャブ、
パンチは拳で飛べるグランダー、左ミドル、この中心の技はゲオウイラサクレック。あと多分マサログランダー、ムエタイをそんなにすごいものと思ってないと思うんですよ。はいはい、僕オランダに1回練習に行った時にオランダ人の感覚でムエタイがすごいっていう感覚はないんですよね。はあ、はいはい、いやこれ面白いですね。もう土台として決してビビることのないというのはオランダもそうですよね。でも立ち技強国で知られている国ですからね。ムエタイとケアンは本当に全然違うもんだと思ってるんで、はい、おおパンチ届きますね。ちょっと引いたんじゃないかな。グランダーが押し気味に試合を進めて、グランダーちょっと手足長いですからね、結構パンチが届いてくるんですよね。はい、それを届かせてという第1ラウンド終了です。さあ平子さんがどうご覧になったか、はい、これ伺いましょう。グランダー選手 のオランダ人選手特有のこのバネの強さっていうのにちょっと驚いてる感じありますけどね、はい、体感したことないのかもわかんないですけどね。まあ、やりにくいなとは思ってますよね、きっと。全くムエタイとかと違うリズムですからね。いやでもあのマサトさんが言われたみたいに、あのマサルグランダー事前に取材したときに、なんでタイ人ってやるのにムエタイ練習しなきゃいけないんだと、 K1 ルールは K1 ルールやってればいいんだよみたいなこと言ってたんですよね。だからそのぐらいやっぱりこう自分らがやったことに自信もあるだろうし、まあ、ムエタイ幻想っていうのが多分ないと思うんですよね、はい、はい、いや今このリング上でそれを体現しています。21歳。あ、笑ってますね。名門マイクスジムからのマサロ・グランダー、セコンドアウト、セコンドアウト、セコンドアウトの声。 K1 アンダー65キロファイト、3分3ラウンド延長1ラウンド、外国人同士の好カードです。このゲオがハイキックとかミドルを出すよとゲオのペース、はい、それが今出てないじゃないですか。ありましたね、これはあのやっぱマサロのペースだと思うんですよ、左ボディからまたこうして前に出てプレッシャーをかけて距離を潰してというグランダーです。あ、ゲオの表情ちょっとこういぶかしげと言いますか、これがまたムエタイだったら今のところから首相撲で膝でポイントを取るっていう展開ができますけど、はい、これが K1 ですからね。そうですね、それができないですからね。ですから中村さん、今口頭注意になってしまいましたよね、はい、あ、またブレイクの声です。これはダレフィリーが割って入ります。中村さんがここからどうご覧になるか、ぜひ。そうですね、おお右伸びる、おお下がらせています、グランダー。ここももうなかなか勢いが中村さんも強すぎて止められないような。やっぱりゲオの生命線というか、あの左ミドルがまずテンポ作る。ああ、当たったパンチが右、はい、はい、いやゲオちょっと強いなと思ってますよ今、あ、ですからちょっと苦しいという動きいくつもありますね。ちょっといや60キロ級では浦部博隆チャンピオンが敗れています。この階級はどうだというゲオ、真の最強伝説、この新鋭を下さなければ前は進めません。あのマサロ・グランダ全然そのサウスポーをやりにくいと思ってないですね、これ一つ強いですね、あの結構右ストレートが入ってるんですよ、はい、いきなりの右が、グランダーに対してこれ中村さん警告となったんですね、まあ、そうですね、はい、まあ、ただやっぱりゲオのやりたいような試合ではないと思いますね、やっぱりこれだと、はい、あ、右、確かにそうですね、こういうところも苦しさの表れなのか、組みついてという攻防が増えています。第2ラウンド、それでもマサロ・グランダー前に出てくる。必ず雅人さんもグランダーの方から自分で出てきますね。グランダーも自分から首ついて膝に行こうとしたりもしてますね。そうですね、あ、今もさらに前進前進、まあ、ランあのオランダって結構首相撲もしっかり練習するんですよ、はい、首相撲だけの人かっていう練習もあるんですよね。あ、そうですか。首相撲このくっつくこと自体も苦にしてないんですよね、あ、そんな中でこれタイムストップとなっています。ちょっとちょっとでも組みつきがですね、そうですね、イエローカード、中村さんこれ2人にですか。そうですね、2人にですけど、なんかマサログランダーの方も別にその組むのを苦にしないというか、むしろそういうなんかグランダーから組みに行っているようにも見えますね、いやこれはもうお三方の見解が一致しているようです。やっぱ蹴られたくないんじゃないですかね、やっぱり、うん、そうかもしれないですね、ハイキックを蹴らせたくない、あ、そして思い切った膝、ここはもうちょっと入ったんじゃないかな、怖いところありましたね、
あの膝で切られましたからね、ノイリー、ノイリーは、はい、おここはストレート、2人のパンチです。左ゲオのパンチ、スウェーバックして蹴りはかわすグランダー。ゲオのパンチも石みたいに硬いって言ってましたからね。そうですか、はい、いやその石状態の拳、左で特にという、また圧力が強くなってきました。ゲオウィラサクレック第2ラウンド終了です。ゲオも体の力ありますね。ありますね、この体格差だけどやっぱり明太で首相撲で鍛えてるだけあって、体の力が本当強いですね。今回その大会のも9日前に来日したということで、ずいぶん早い来日だったんですけれどもね、ゲオ、はあ、そしてこれご指摘の膝がありました。いや平子さんすごいです ね。ただこのゲオのあの軸のしっかりしたムエタイ特有の蹴りが走り始める前に、はい、マサロは今ちょっとパンチで距離取られ始めましたからね、はい、距離を封じながら自分のねジャブからストレート入れたいんだと思いますけど、ね、ちょっとゲオが調子をつかみかけてきたんですかね。その焦点はまずパンチでした。ゲオウィラサクレック、それから左ミドルはもう言うまでもありませんが、ハイキック、さあ全て今ゲオ、さあ第3ラウンドです。さらに動かしたいチャンピオン、今中央へラウンド3ラウンド、アンダー65キロファイト、チャンピオンのゲオノンタイトル戦ですが、なかなか苦しんでこの最終ラウンドまでもつれています。左ハイガードが高い、パンチ打ち合い、グランダーも牙を向いた。いや中村さんも全開できますね、はい、そうですね。あとこうゲイは結構気も強いんでね、パンチ打ち合うと思うんですよ、右フックが当たった。マサトさんパンチでも上を行こうというゲイです。いやどう、まあでもいい勝負ですよ、いい勝負、はい、いやこの引かないところもうお互いの前進したタイミングで上がったパンチ、さらにゲオの攻撃です。本当ゲオも気持ち強いですね。いやこのハート、これでこそゲオウィラサクレックです。左ミドルも繰り出している。あさらにしかしグランダーも平子さん引かないというところがもう立派ですね、はい、今の攻撃でどっかくじけてもいいぐらいなんですけどね、前進やめないですよね、はい、さあ改めてこのラウンドのここからの見どころ、マサトさんに伺いましょう。見どころも、いやどっちが先に当てるかですよね、どっちが当ててダメージを与えるか、ダウンを取るかということですよね、はい、まだどちらも当てるチャンス、これ大ありという、いやお互い倒す気で言いますからね、中村さん、今これ口頭注意は1つ、そうですね、まあグランダーの方ですか、あったんですが、ここはまたブレイクです。接近してくる前蹴りゲオ、ガードが高い、上半身を揺らしますがボディへの膝ゲオです。グランダーがなんか自分から近くに行って掴んでるような感じもしますね、確かにその蹴りが嫌なのかという皆さんのお話ありました。蹴りは捉えるようにしてしまいますが、これはいけません。再びのブレイク、少し口を開いて呼吸するようにもなっています。マサロ・グランダー、青いグローブ、膝、グランダー、膝狙ってるんですね、膝狙ってるんでくっつくんですね、近い距離からこのマットを蹴ってジャンプする、そして右のストレート、平子さんどうですか、ゲオもでも蹴りが出始めてきましたよね、前蹴りが走り始めると、はい、その膝を入れたいけど距離が縮めづらいっていう、もしかしたらあの中間距離にいるとゲオの蹴りが来るんで、はい、すごい強烈なのかもしれないですね、それが嫌でグランダーもあれだけ前に近くに行ってるのかもしれないですね、はい、おお今も左ストレート、ゲオの腰バチンバチンという音を立て、ここはでも前進をやめないというグランダー、ゲオもマサロも必死、さあどうする、あと5秒、打ち合いはさらなるハイレベルにと展開するか、飛び込んで今ミドルか膝かという軌道を放って試合終了です。さあ判定までもつれました。まずここまでをマサトさんに伺いましょう。
かなかどっちがポイント取ったって難しいですね。明確に取ったなっていうラウンドがあんまりなかったような気がするんですよね。そうですよね。平子さんいかがでしたか。偶発的に、まあ、組み合った時もマサローが体幹で負けてないんですよね、はい。身体能力の強さが本当に見られますよね。やはり72キロでも勝ってきたというところまで実証してますね。だからゲイオの蹴りを受けた人から言うと本当に痛いっていうんですよね、はい。それが嫌でくっついてるのかなっていう気もしますけどね。ジャッジともだけ29対28、アカゲイオ、ゲイオが29対28、1人の指示を得ています。ジャッジ1は28対27、青マサロ、マサログランダー28対27。さあ3人目です。ジャッジ永瀬29対28、アカゲイオ、ゲイオイラサクレクスプリット判定2対1、3人目は29対28でした。チャンピオン勝利。いや苦しいところもありましたが、ゲイオウィラサクレック判定勝利です。でもなかなか難しい試合でしたよね、これゲイオにとっては。そうですよね、マサロも、ね、納得してないっていうような形で、すぐリング降りてしまいましたけどね。そうですね、もう今その姿はありませんよね。ちょっと、もうちょっと見たかったですね。まあ、こういうパンチが確かに入ってるんで、はい、ポイントになってるかもしれないですけどね。いや、蹴り、膝もそうなんですが、平子さん、そのパンチでもゲオが凄みを見せて2対1ですね。まあ、薄皮一枚だったなっていうのもゲオも分かってるんじゃないですかね。でもチャンピオンベルトが輝く限り KO も必要ですし、中村さん、こうやって結果をまず得るというところも大切なんでしょうね、はい。そうですね。あとやっぱりこうやっぱゲオもね、こうこれから世界一の選手を研究されてやっぱり試合をしていくことになっていくと思うんで、はい、そういった意味ではこう日本だけじゃなくてね、こう世界のゲオ包囲網っていうのを、今年はね、こうかいくぐっていかないと、はい、いけないっていうのがこの初戦で、ゲオも分かったでしょうし、見てる側もね、そういうのをちょっと感じさせるようなそういう試合だったかなと思いますね、はい。いや、新たな支持層を勝ち得ています、このタイのゲオウィラサクレック。強い日本人が見たいという雰囲気がもちろん前提のこの新生 K-1 で、いや絶対的王者に輝いているわけなんですが、苦しみながらもそしてこうやって勝っていく、新たな真の最強伝説選手誕生。そしてこの試合が振り返れば公式戦発表では170戦目でした。135勝目をこの日本で挙げております。とにかく感謝しかないというこの日本の K-1 のリング、ありがとうという心をまた強く生まれております。この後世界でのゲオウィラサクレック、そしてマサログランダーにもまだご期待をいただきたいと思います。さあ、いよいよこの後はメインイベント、 K-1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表が決定いたします。